皆さんこんにちは。今日は尺八吹奏法大全第8回です。今日のテーマはメリということですね。メリというのはわからない方もいらっしゃるかもしれませんがね、尺八の専門用語ですけれども、音を下げるということです。どういうふうにするかというと、例えばとね、こう音を下げたり、または柔らかくね、こういうふうに音を下げることをメリというんですね。で、じゃあ簡単じゃないかと思われるかもしれませんが、実はこれが尺八にとって一番難しいテクニックです。なぜならですね、その時と場合によって5つのテクニックを使い分けます。また使い分けるだけじゃなくて、それをいろいろコンビネーションを作って、複合して使うわけですね。だからちょうど料理と同じように、砂糖を 5g、 塩を 3g、 胡椒を 1g といったような状況で、このテクニックを、ね、10分の5、これを10分の3、これを10分の2というようなぐらいに割合を測って、それぞれに最適のものを作り出すということですね。ですから非常に難しいです。ですが、まあ分解してね、教えていきますので、一緒についてきてくださいね。それで今日できなくてもですね、これは少しずつ練習してだんだんできるようになっていけばいいと思います。それでは参りましょうね。まずメリには5つのテクニックがあります。で、まずはね、1種類ずつやっていきましょうね。1つ目、押し付け、まあね、押し付けるっていうことですね。顔にめり込ませるようにするわけですね。どうするかというと、顔の筋肉の力を抜いて尺八を顔に向けて少し押し込みます。まあちょっとめり込ませる感じですね。こういう感じになりますね。そうするとここではこういうことになります。動作の幅がですね、まあちょっと2ミリぐらいですかね。そして速さはやや速くできますね、これね。それから倍音は結構多い感じです。あまり倍音が減らないね。そして、だから音質がちょっと固いままですね、そのままね。それからもう一つ、この音を下げるっていう原理としてはですね、3つあります。1つはここの部分をいかに塞ぐか、2つ目はこの角度をいかに下げるか、そして3つ目は息を弱くする。この3つを複合したものがそれぞれの1種類1種類に分配されているわけですね。今のは原理で言えば、この歌口を塞いでいるということになるわけですね。押し付けるとここを塞ぐわけですよね。ですからここの筋肉をいかにリラックスさせるかということが重要になってきますね。そして2番目 B ですね、内吹き。これは普段この外吹き、外に吹いてるのを内側に吹きますね。そうするとどうなるかっていうと、角度が下に行くわけですね。そうすると音が下がるわけです。で、これをやるには上唇を前に、下唇を後ろにすることによって吹く方向を下に向けるわけですね。それでとこう音を下げるわけです。これをやるとですね、どういう風になるかというと、ここに書いてありますが B ですけれども、内吹きは角度を下にすることによって音が下がります。そしてこれもほんの2ミリぐらい動くぐらいですね。ですので動作の速度も速いですね。ピッとこうできます。そして倍音はこれもあまり音が変化しませんので多いです。そして音質もですね、やや硬いぐらいの感じになっていますね。それでは3つ目ですね。これは顎を後ろ、
顎を後ろに引くっていうことですね。ただこの時後ろに引こうとすると顎が開いちゃう方が多いので、顎をですね、ちょっと歯がガリガリガリ、奥歯がガリガリガリってするぐらいの感じで真後ろに引いてください。真後ろに引けないようだったら斜め上に引っ張るようなね、こんな感じです。これを、こういうふうに引かないようにね。ですからね、ちょっと斜め上に引っ張るぐらいのつもりだといいと思いますね。これが最も効果のあるメリの技術だと思ってください。ですから何かメリが落ちないなと思ったらこれを使っていただくといいと思います。これはですね、結局ここで塞ぐっていうのと、それから奥に入れると上唇が前に出ますから、ちょっと下向きに吹くことになりますね。そうすると角度が下、この2つの原理によって下がるので、かなり下がるということです。それで、動く幅は1センチぐらいですね。で、動くスピードはやや速いというぐらいですね。で、奥に入りますので、倍音もちょっと少なくなります。それから音質も柔らかくなってきますね。で、次は顎が下ですね。どういうことかっていうと、顎を開くね。普段吹くときは、イーと発音して吹いていると思いますが、それに対して顎を開くときは、おーと発音する感じですね。したがって、この技術でめるときは、あたかも、イーおーと発音していただくとうまくいきます。こんな感じです。ですね。これはですね、最も音質が変化するテクニックなんですね。ここで見てみますと、まず原理としてはですね、塞ぐのと角度を下に行くのと息が弱くなるのと3つ加わってきます。ですからかなり効果もあるということですね。それでここではこうやって開くと、大体人にもよりますが2、3センチね、動きますよね。そしてどちらかといえば顎を開いて閉じるっていうのはすごく時間がかかるね。なので非常に遅いんですね。だから変化は大きいし、音質の変化も大きいんだけれども、遅いね。この感じを覚えておいてもらいたいわけですね。そして倍音はかなり少なくなります。ですから音質が劇的に変化するということですね。そして音質自体非常に柔らかくなるということですね。ですから振りなんかの時にね、これを使うと次元がグワーンと変わるような、そんな感じになりますね。で、最後 E ですね。5番目、顔を下に傾けるということですね。どういうことかっていうと、こういうふうに角度を変えるということですね。で、これは一つテクニックがあります。まずですね、この首の下、肋骨の3本ぐらい下からですね、ここに顎に釣り糸がついていて、それを引っ張ると想像して練習をしてください。こういうふうにね。で、なぜ釣り糸を想像するのかっていうとですね、これはこの動きを2次元にするためです。どういうことかというと、例えば3次元というのはどういうことかというと、こういうふうにねじれるとかね、こういうふうに来るとか、そういうふうにするとうまくいきません。動きが複雑になりすぎるということですね。なぜこういうことになると良くないかというとですね、速くなった時にもう3次元だとついていけなくなるわけですよね。後で速いのちょっとやりますけどね。で、正面だとですね、少し喉に突っかえるので、ここからですね、下にある手の方ね、尺八を持つ時に下にある手の方、私は右を下に持ってますので、こちらの手の方に15センチほどずらします。こっから釣り糸を顎に引っ掛けて引っ張ると思ってください。そうするとこういう動きになりますね。これも2次元の動きです。特にこう斜めになった時にこうなったりしますね。
そうならないように釣り糸を想像してね、二次元の動きにしてください。そうすると将来ですね、こういうようなね、こういうのが早くできるようになるわけですね。これが3次元だと、ね、こううまくできないわけですよね。だからなるべく2次元にこの1本の線に顎が乗ってるような、そんな風にしてくださいね。でこれをもう一回見てみるとですね、このように塞ぐっていうのと角度が下になるっていうのが、原理として今のテクニックには入ってるわけです。それで動きは一番大きいです。5センチぐらい動きますね。だから最初の2ミリのテクニックとこの5センチのテクニックね、非常に違うっていうのは分かりますね。それで動作の速度としては基本的に5センチも動かすわけですから遅いわけですね。そして倍音はやや少ないですね。こうやってめってしまうとですね、かなり少なくなってしまいます。そして音質もやや柔らかいということになりますね。そしてですね、これら5つやりましたが、まずこれをやった時に一つ一つのところで大事なことが1つあります。それは何かというと、いろんな技を混ぜないね。例えば先ほど口を広げるっていうのをやりましたが、その時に顔も一緒に動いちゃう人がいますね。そうすると今度これからいろいろ混ぜていく時にうまくいきませんね。例えば料理の時に、この瓶は砂糖が3分の2、塩が3分の1、この瓶は胡椒が3分の1、ね、塩が3分の1、砂糖が3分の1、そんな瓶がいっぱいあってですね、それらを少しずつ混ぜていったらもう頭狂いますよね。やはりこれは塩だけ、これは砂糖だけ、これは胡椒だけというふうにやっていくと簡単にね、混ぜるパーセントが分かりますよね。なのでこれらテクニックも一つ一つを独立させる、これよくいろんなね、スポーツとかダンスとかいろんなあの芸術方面ではアイソレーションって言ってますね。一つ一つを独立させるということが大切だよ。そうすると後でミックスするときにとてもうまくいきますよということですね。ですから鏡見て他のテクニックが混ざらないようにやってくださいね。でもう一回ちょっと整理しておきますと、これらのテクニックをもう一回ですね、このように整理して、原理はまあ歌口を塞ぐ、吹き込み角度を下げる、吹く息を弱く、これらがこれらのテクニックにどのように含まれているのか、そして次動作幅ですね、それが2ミリメートルから5センチメートルぐらいまでいろいろ分布してますよ。それから動作速度も一番速い B、 それから一番遅い E ね、その間にまた分布してますよ。でまあ倍音と音質はね近いですけれども、これは同じものを違う言葉で表しているようなものなのでね、倍音が多いと音質が固め、倍音が少ないと、音質が柔らかめ、それらがこんな風に分布してますよということですね。でこれ5つ並べているのはこの動作幅で大体並べてます。動作幅が少ない順に大きいものへと並べてます。だいたいこれに沿って音質も硬い方から柔らかい方、動作の速度もやや速い方からやや遅い方に分布してますね。ですからこちら側を使えば硬くて速くていろんなことができます。こちら側を使うとゆっくりですが音質がたっぷり変わって非常に表現豊かなものが使えるね。傾向としてはそういうことになるわけです。そして次はですね、これらをどういうふうに練習するかというと、2種類ずつ練習させてもらいます。最初ね、それから3種類、4種類、5種類、それから特別なコンビネーションというふうにいきます。それでは2種類から参りますね。まずはA と B を足すっていうことです。どういうことかというと、顔に押し込む、ね、
これに外吹きから内吹きになるのを足します。そうすると、とこうなりますね。ちょっと多めに下がったのをお分かりになりましたか？そしたら次はですね、外吹きを内吹きにするのに顎を引きます。まあね、内吹きにするとき、下唇を後ろに下げますから、それと一緒に顎をもっと下げればいいわけですね。まず外吹き、内吹き、これにね、この顎を引くというのは一番効果的だっていうのは分かりますよね。そしたら、次は顎を引くのに顎を下げる、これを足します。というのは両方とも顎を使うので、顎を斜め後ろに下げればいいわけですね。こんな感じです。これが真後ろです。これを斜め後ろにということですね。まあちょっとね、おじいさんなんかこうおーってこうね、話をされる方いらっしゃいますけど、それを想像して、いいおーいいおーと思ってもいいですね。そしたら今度顎を下、顔を下ですね。顎を下は、それに顔を下を混ぜて、こんな感じになりますね。そしたら次は3種類に行きます。A、B、C と足しますね。どういうのかというと、押し付ける、内吹き、顎後ろ、ね、この3つですね。まず押し付けるからいきますよ。それに外吹きから内吹きに入るのを混ぜます。それに顎後ろを混ぜます。さ、これは随分下がりますよね。これは硬くて早いテクニックですので、よく使われるテクニックですね。早くやりたいとき、それから硬い音でピキッとしたメリの音を出したいとき、後でちょっとやってみますね。そしたら次 BCD ですね。内吹きと顎後ろと顎下ですね。それにで斜め後ろ、これかなり下がりますよね。でも音質も随分変わりますね。で次は顎が後ろ、顎が下、顔が下、まあこれ全部あまり速くない、それから音が硬くない、つまり遅い、音が柔らかい、それの集まりですよね。こんな感じです。ということですね。次は4種類です。どういうのかっていうと、 ABCD と BCDE の2種類になりますね。こんな感じです。まず ABCD は顔に押し込む、外吹き、内吹き、顎後ろ、顎下ですね。一つずつ加えていきますよ。内吹きを加えて、顎後ろを加えて、顎が下を加えて、ということですね。ずいぶん下がりましたよね。今度は、BCDE、内吹きと、顎後ろと顎が下と顔が下ですね。順番に一つずつ加えていきますよ。まず外吹き、内吹き、それに顎が後ろ、それに顎が下、それに顔が下、ということですね。で次はいよいよ5種類全部使うということですね。これはどういう時使うかというと、例えばロの大メリというような時ですね。ロの音を1音下げるというような時ですね。その時は指も何も助けられませんので、目いっぱい、しかもね、半音2つ分下げなきゃいけないのでね、これらを使いますね。まず1つ目からいきます。顔に押し込む、
内吹き、顎を後ろ、顎が下、顔が下ということですね。それではよく使われる特殊な組み合わせをお見せしましょうね。一つ一つやっていきます。まあこんな風にね、分類しています。まあ最初のものはこの A と B と C が加わったもの、それから次は A と B と C と E が加わったもの、それから A と C と D と E が加わったもの、まあそのようにですね、いろいろそれぞれ使い勝手が違うわけです。それらをやっていきますね。まずですね、 A、B、C、 先ほどちょっと言いましたけどね、早い時、硬い時、こんな感じですね。例えばつぐりというのは、こんなものですね。でもこのようにゆっくりやられるとは限らなくて、非常に速いものはこういうふうに速くされるわけですね。その時に ABC ですと動く幅が少ない、そして速いね。なのでそうするとね、こういうところなんかも非常に早くできるわけですね。大変なメリですけれどもね。なのでこの ABC を使う。それからですね、やはりこの口の形で半音を落としたり一音を落としたりして、指で一方半音一音を上げることによってメリの音で全部メロディーをつないでいく他のテクニックがあります。それらを固く吹くときですね、例えばこんなのがありますが、これ柔らかく先ほどの例えば CDE で吹くと、こんな感じになっちゃうんですね。これを ABC で吹いてやる。そうするとこんな風にね、硬くてキラキラした音でね、吹くことができるわけですね。そしたら次はですね、A、B、C、E、これはですね、どういうのかというと、D という柔らかい音にするのを外してですね、ちょっと硬めの音で、しかも角度をつけて、ガサガサしたメリを作ろうじゃないかっていうことですね。どういうことかっていうと、例えば普通の音は、こんな風にしてメリますが、ここではですね、ね、そうすると、こういう風な音がしますね。それからちょっと角度を調整すれば、そこで二重音を出して、ね、二つ出てますでしょ。これをね、こういうこともできるわけですね。それから速乾という曲などはですね、最初のうちがこういうふうにメロディーが書いてあるんですが、これだけだとつまんないので、だいたいこのように吹かれます。この ABCE を使ってですね、
ね、存在感が随分違いますよね、シンプルなメロディーでもね。それから一方ですね、金庫流のようにあまりガサガサした音だとかそういったものを使わないときですね、 D を使ってやります。それから内吹きの B を外してやります。そうすると柔らかい音になりますね。こんな感じです。こんな感じですね。それで例えばこういうふうに柔らかくなってるのをちょっと硬くするときは D を抜いてやるとね、少し硬くなりますよね。それから、普通の時はですね、まあそれが今言った普通のメリットというやつですね。ね、こういう感じですね。これがまあ金庫流で、使う普通のメリ、まあコムソのものでも少し静かな時に使う普通のメリですね。で今度は B、C、D、E を使って、少し深いメリですね。結局後ろの方を多く使ってるので、どちらかといえば柔らかくて深い感じになります。こんな感じです。でもここは柔らかく してないということですね。そして次はですね、振りの連続、さっきちょっとやりましたけどね、早く動かすためには3次元じゃダメだよっていうところでやりましたが、例えばこういう時ですね、なるべく早いものを使う。それから D も使うんですが、 D はあんまり深くしないで、この外吹き内吹きを変えるためだけにこの口の動きを使ってやって、ということにするわけですね。そして次は C、D、E ですね。顎を使う、後ろにも使う、下にも使う、それから顔の振りにも使う。そうすると例えばね、この時つれーといきますが、いいおいいとね、口を開くので音質がガーッと変わりますね。もし D を使わないとほとんど変わらないですね。これを口を開いてやるとこんな風になるわけですね。から柔らかいメリの時にはこの顎が下と顔が下、これだけを使ってとやってやると柔らかいメリになるわけですね。はい、じゃあ今日はそんなところにいたしましょう。